北陸電力株式会社は、富山県富山市に本店を置く電力会社。略称は北電だが、北海道電力との区別のため陸電とも略される。公式ウェブサイトのドメイン名も rikuden.co.jp となっている。また、株式市場などでは北陸電と呼ばれる場合がある。2019年3月からコーポレートメッセージとして答えていく、叶えていくを使用している。北陸地方は中部山岳地帯に接する地理条件によって水力発電開発が戦前から盛んであり、有力な地方電力会社が多く存在するとともに、電力の廉価な大量供給を行うことで、地域内に電気精錬などの電力多消費型産業の発達を促してきた歴史がある。このため、戦中戦後の電力統制下でも、地方電力ブロックとしての独立的な地位を保ち、1951年の電気事業再編時に際しても北陸電力は他ブロックから独立した企業として成立し得た。戦後は、庄川や黒部川に建設された従来の水力発電所の大半が関西電力に引き渡されたことからを除き、例外とされた電力が著しく不足し、1950年代から1960年代にかけて神通川や常願寺川でのダム開発が行われ、1980年代までに、水力発電所が多数建設された。このため、水力発電のウェイトは比較的大きい傾向がある。その傍らで電力の消費量も増加したため、火力発電所の開発も同時進行で進められ、有り余るほどの電力を確保することができた。1993年、自社初の原子力発電所を運用開始したが、かつては原子力発電を認めない姿勢をとっていたため、全国的には遅い導入となった。2001年及び2004年、赤字を解消する目的で老朽化した火力発電所を廃止しており、富山火力発電所1から3号機、福井火力発電所1号機が廃止された。これらはすべて石油火力であり、特に福井火力発電所は大気汚染の原因としても問題視されていた。また、2006年に、滋賀原子力発電所2号機が完成し、地域内により廉価に供給する目的で、関西電力や中部電力に売電し、収入としている。北陸3県や関東地方などで電力小売事業や、北陸3県で発電事業を行っている。合計142カ所、824万7000kW、有峰ダム131カ所、193万2000kW、七大田火力発電所6カ所、456万5000kW、滋賀原子力発電所1カ所、174万6000kW、鈴太市陽光発電所7カ所、9400kW、関連会社運営水力発電所、火力発電所、原子力発電所詳細は、公式サイトの会社概要、主な事業所を参照。2018年3月31日で、すべて閉鎖された。詳細は公式サイトの北陸電力グループのご紹介を参照。太字は連結子会社。太字は持ち分法適用会社。他の電力会社と比較しても提供する番組数は少なく、主にミニ番組での提供が中心となっている。2007年の滋賀原子力発電所の臨界事故隠蔽が発覚してからは一時期、広報活動を自粛したこともあり、全般的に提供番組は縮小傾向にある。また、一部の提供する番組では CM が放送されず、提供クレジット表示のみの番組があった。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、震災発生後から5月まで全ての番組提供及び CM 放送を見合わせた。その後6月1日からは対象番組で節電を呼びかける内容の社国形式の CM を放送したが、番組提供はこれ以降も見合わせた。2012年4月からは定時番組での番組提供及び CM 放送をすべて取りやめ、原則としてスポット CM の放送のみに切り替えている。2019年時点ではラジオ番組において提供番組が放送されているものの、テレビにおいては CM が放送される番組でもすべて PT 扱いとなっている。太字の番組名は、北陸電力が制作するものを表す。印は、北陸電力リビングサービスでも起用。星印は、CM ソングも手掛けていることを表す。北陸電力が出資している主な企業は以下の通り。2015年4月に北陸電力の加入者向けにサービスを開始した北陸電力サービス会員制度が元になっており、翌年の1月8日に北リンクに名称を変更した。サービスの詳細は北リンクのご紹介を参照。2020年時点で加入者向けの割引サービスには主に以下のものがある。ありがとうございます。